神戸製鋼グループが子どもたちに森について考えてもらおうと実施しているコベルコ森の童話大賞の表彰式が今日神戸市内で開かれました。コベルコ森の童話大賞は神戸製鋼グループが子どもたちに森を大切にする気持ちを育んでもらおうと毎年実施している森をテーマにした創作童話のコンテストです。第10回を迎えた今年は全国からおよそ530の作品が寄せられ、小学生の部では神戸市の2年生福田珠穂さん、中高生の部では神戸市の高校1年生大久保花さんの作品が金賞に選ばれました。嬉しいです。ミツバチが蝶たちに招待状でパーティーを誘って、でパーティーの中で事件が起きて、またテントムシが隠れながらついてきとって助けるっていう話です。森の分解者をテーマに、その働きを外遊びに例えた絵本を書きました。まだ信じられない感じです。はい、2つの受賞作は、今後絵本作家の挿絵で絵本化され、兵庫県内の図書館などに寄贈されるということです。